ご紹介いただきました佐藤でございます。で、今日は青年の主張の行方ということで、メディアイベントの教育論ということで、メディアと教育に関わる問題ということで、私が思いつく一つの何か私自身のこだわりっていうのが、この青年の主張という番組なんですね。で、ちなみに若い人はおそらく青年の主張っていうのが何なのかということが必ずしもそのよく分かっておられないというか、今日初めて青年の主張という番組について耳にしたという人もきっと少なくないというふうに思います。で、実は、これは第4回ですから、1959年、になりますかの、青年の主張の全国コンクールの宮城県大会という形で、まず県大会で選ばれた代表が地区大会、例えば東北なら東北ブロックに進み、さらに全国大会に行くという形で、その青年がスピーチのコンテストをやるというわけです。ただ、これが主催したのは NHK なんですが、毎年成人式、今はハッピーマンデー、という形になっていて、移動祝日に青年の日はなってしまいましたが、従来、2005年まででしたっけ、4年までかな、成人式に行われる、1月15日の成人式に行われる国民的な大きな行事の一つというふうに、NHK 自身が記録の中で言っているように、非常に有名な国民的、放送イベントとして昭和の時代に存在していた番組です。で、1970年代、特に視聴率が 10% から 20% に迫る勢いで、その紅白歌合戦に並ぶ看板番組というふうに言われましたが、1990年に、青春メッセージと改称して、翌2004年までですね、続いていたんですが、2004年で一応放送は打ち切りで、その後ライブジャム2005というのが行われましたが、それも単年度で打ち切られて、現在では、この系譜に、連なる番組っていうのは放送されていません。で、ただ私自身この青年の主張っていう番組を取り上げようと思ったのは、実は私が、1970年前後ですから10歳から12、3歳小学校の高学年から中学生に入るあたりまでに、やはり成人の日の昼間こたつに入りながら、ちょうどみかんを食べながら家族で、これを見ていたときに感じたある種のこう違和感というものが、これを研究してみたいなというふうに思った動機なわけです。で、つまり自分はこんなにすごいんだということを、公然と人前でしゃべるということも、違和感がもちろんあったわけですし、さらに言えばそこで語れる内容っていうのが、特に、農村、過疎の農村でいかに苦労しているかとか、あるいは障害を持った自分がどんなに辛い目にあったかということを、そのスポットライトを浴びて、語るという語りというものにですね、やはり私自身は幾分その、違和感を持ったわけですね。で、ただいろいろな人に聞くと、あるいはインターネットで青年の主張っていうのを検索すれば明らかですが、多くの人が同じような違和感をやはり抱いていたということが分かりました。で、つまりこれだけよく見られた番組であり、なおかつ強烈に心の中に何かこうこだわりを残してしまった、そういう番組というものに対する関心というのがまず一番大きかったわけです。で、さらに私自身がそのような意味でこの青年の主張というものがですね、非常に記憶して、よく記憶している番組なわけですが、しかしその青年の主張の研究というものが、その放送番組の研究たくさんあるわけですが、一切ありません。
で先行研究が全くないわけですね。でなぜこれがないのかということを、まあ、これをおいおい話していくことになりますが、一つはこれは NHK が主催し、文部省やあるいは日本、青年団協会であるとか、あるいは公民館協議会であるとか、そうした非常に公的性格の強い教育団体がこれを主催していた、講演していたといういわゆる完成イベントに対するある種の反発というものがそこにはあったんだろうと思いますし、でもう一つ、まあ、これはこれも後でもう一度少し詳しくお話しすることになろうかと思いますが、特に1960年代から70年代にかけていわゆる学生反乱あるいは大学紛争といわれるような時代に、この番組がそうした反乱する青年に対して社会秩序としての青年あるいは社会秩序としての青年論というものを強く打ち出していったということが、まあ、あるわけですね。でそれに対する、まあ、知識人やある種のインテリのですね、拒絶反応というものをそこに、まあ、この沈黙の意味として読み取ることが、まあ、できるんではないのかというのが、まあ、その一つです。でさらに言えばですね、これまあ一番最後の結論の時にもう一度お話しすることになるかと思うのですが、その教育と青年という問題で研究している研究者というのはかなりいるわけですが、多くは大学生の教養主義あるいは知的な大学生の教養とはどういうものであるのかという研究は、まあ、教育社会学とかそうしたところで行われますし、それから不良少年とかあるいは逸脱行動といったようなその問題行動を起こす、まあ、ここではヤンキーの社会問題というふうに書きましたが、でそうしたそのある種の社会問題としての青年論というものについてもですね、まあ、社会学者やあるいは社会教育関係でその研究の蓄積っていうのはあるわけですが、その中間にあるのがですね、おそらく必ずしも知的とは言えないけれども問題は起こさない、つまり真面目で実は社会をですね支えている、そうした青年像というのが一つ存在してて、それも決してその量的にはこの青年、まあ、いわゆる勤労青年というふうに古い言葉では送られる層っていうのはですね非常に大きいわけですが、でそれがなぜその私のやってるメディア研究の領域で登場してこないのかっていうのが私にとっては非常にまあ大きな問題だったわけです。でつまりこの問題をですね、このどう青年層っていうこの番組を通じてそうしたいわゆる真面目な青年たちをどう語りうるかということが、逆に言えば今日どのような青年論が可能かということをですね示すことになるのではないのかというふうに私は思っています。で実際この青年思想というのは1955年、まあ日本の戦後の社会体制が確立した1955年、まあ55年体制という言い方をよくしますけども、それと同じ時期にですねラジオ放送で始まった番組です。でまあ、ここにあるのはこれは第7回大会ですが、61年度の大会ですねの近畿大会それから東北大会のですね様子が、まあ、NHK のですね 年間に載ってる写真ですけれども、でこのあと大体各発表は5分間続くわけですけれども、で、まあ、この報告者の語り口っていうのはある意味では典型的なですね、まあ、青年の主張風と言われるような自分の生活の中からそのある種の体験とかを通じて自分がどう学びあるいはどうそこで、まあ、生き方についての方向性を見出していったかということをですね語る、まあ、そうした語りが、まあ、こう各ブロック、まあ
8人9人、まあ、場合によっては10人の時もありますが、でそういう形で全国からの代表があそこで発表するということです。で、まあ、先ほどあったようにこの1962年のですね、1月15日成人の日に放送された第8回大会は初めて、皇族、まあ、吉宮さんがですね、臨席する。で翌年からは皇太子ご夫妻が臨席するということ で、 でそれ以後そのずっと皇太子ご夫婦、さらに、まあ、現在の、まあ、皇太子の時代までですね、皇族が出席する NHK のイベントとして、まあ、この番組は続いてきたわけです。でこうしたその研究をですね、まあ、私がしようと、まあ、メディア研究の中で青年研究をしていこうと思った大きな理由の一つっていうのは、おそらく現在ですね、かつては青年研究っていうのは比較的人気のある研究領域でしたが、しばらく青年研究そのものが停滞していた時期があって、それが2000年に入って以後、まあ、とりわけリーマンショック2008年のリーマンショック以後のですね、若者受難時代と言われるような流れの中で、再びさまざまなユースカルチャーやあるいは若者そのものの研究についての、まあ、議論というのがですね登場してきたということが、まあ、一つの背景にはあります。でもちろん、まあ、それは一言で言えば若者受難時代というふうにくれるわけですが、まあ、皆さんもよくお聞きおよびの派遣切りであるとか、ネットカフェ難民であるとか、あるいは就職超氷河期であるとかで、実際、まあ、今年の就職戦線特に厳しいというふうに言われているように、初職で非正規雇用というのが、まあ、過半数に達するような、まあ、そうした状況というのが前提としてはあり、でその中で新しい青年論あるいは若者論というものが、いわゆる格差論断であるとか、あるいはニート論断というような言い方、あるいはロストジェネレーション論断といった言い方で、その雑誌やあるいは、まあ、テレビインターネット等のですねメディアを通じて、そうした議論が、まあ、浮上してきている。で その一方で、そのかつてその高度経済成長期に、青年だった人たちが今まさに定年を迎えて、昭和30年代あるいは1960年代のについてのですねレトロなその追憶というものに、まあ、浸っているという現状もですね一方ではよく指摘されるところです。で、まあ、ヒットした映画三丁目の夕日がですね、まあ、非常に象徴的ですけれども、その貧しいけれども希望のあった時代ということで、昭和の高度経済成長期、あれそれに至るプロセスというものが、新しいですね若者文化論として注目されているわけです。でにもかかわらず、当然ながらそうした形で理想化していいのかどうかといったような批判、あるいはそうしたものが非常に消費文化中心に議論されていいのかどうかということについての批判というのももちろん存在するわけで、でそうした中で実は青年の主張というのもまさにこの時代、黄金時代を迎えた一つのメディアイベントですから、でそれについての、まあ、関心というものがですね、あるわけです。でさらに言えば、実は現在大学全入時代というふうに巷では言われるわけですが、しかしようやくですね、去年ようやくその大学進学率が 50% を突破したという状況であって、まだ、まあ、半数の同一世代は大学に進学しないという状況は存続しているわけ で、 でそれにもかかわらず、その現在においてもですね、大学全入という言葉が意味軸も示すように、その青年というものと学生というものを、まあ、
統合ないしはそのほとんど等しいものという形でそのくくるような文化の枠組み、文化認識の枠組みっていうのが存在するわけですが、でそのことの問題性というのはかつてのむしろ勤労青年がむしろ青年というものを一般的にイメージしていたこの青年の主張の時代を逆に見ることによって現在の問題点というのが明らかになってくるということが研究の狙いとしてはあります。で、ここには第1回、昭和29年1954年から第25回昭和53年1978年度までのですね、とりあえずの年表、それから応募者数の推移、それから男女別の応募者数のグラフというものが載せてありますけれども、で初期はラジオだったものが第6回昭和34年1959年度から、放送自体は翌年1月の放送ですから1960年からテレビ放送が開始され、でさらに第9回から、先ほど言ったように皇族の臨席というものが恒常化していき、でさらに第13回昭和41年から入賞者に海外県、旅行が、プレゼントされるというか、その賞として副賞として与えられるといった形でこのイベント自体がある種のこう豪華さを持つようになっていくということになります。で一方で、メディアイベントとしては放送イベントなわけですが、この第14回昭和42年度から自由国民社から優秀論文集というのが約これから10年間にわたって刊行されますし、第17回昭和45年度からは NHK のサービスセンターから発表文集というものも発行されて活字媒体でも広く読まれるといったようなことがここでは起こります。で一つのこう応募者数の、イベントとしてのですね、転機というのは1967年に一つのピークを迎えます。で1967年というのは翌年1968年が学園紛争の年であり、でそこでやはり一つのですね、この青年の文化で大きな潮目がそこに存在するということを、これは示していると思いますし、でもともとは男性がですね、1950年代の初頭は多かったわけですが、徐々にですね、女性がその増えていって、で1970年代に入ると女性の数というのが約6割に近づいていくという形で、男女比では女性が伸びていくというのが一般的全体的な傾向としては存在するわけです。でもちろんそのこの NHK の NHK 青年の主張というこの番組自体はですね、その現代日本社会のですね、発展の中でやはり日本社会の青春を象徴するイベントだったという言い方はできると思うわけで、でとりわけその高度経済成長時代のから青春期からですね、バブル経済の80年代の青年期を経てある種の成熟ないしは老年期に入っていっている、あるいは高齢社会に入っていっている日本社会というものを考える上で、この1955年から89年まで続いた青年の主張で、そして90年代にあった青春メッセージというものは、いうメディアイベントはですね、日本社会の経年変化というものを考える上で非常に重要だと思います。でしかしながらここで非常に興味深い問題はですね、
でしばしばその青年ないしは青春という定義っていうのは幼年期からあの 青春期それから青年期を経てそれから成人期に至るという形の理解が一般的にされるわけですが、この番組自体で言えば青年の主張から青春メッセージへという形で、その青春から青年ではなくて青年から青春へという形でその変化しているということ。でさらに言えばその青年といった時に、この発表者が語る、まあ、主語というのは我々青年はという言い方がされていたものが、私はあるいは私のメッセージというように、まあ個人主義的な私というものにまあ変わっていく。でもちろんそれはあの現在の若者がその自分探しを行っているんだと、まあ、あるいは自分探しシンドロームという言い方もされますが、そうした文化状況というものを映しているわけですが、まあ、その意味でこのイベントというもの自身が日本社会における青年ないしは青春という言葉のですね、定義を考える上で、まあ、非常にまあ興味深いということで、もう一つまあ言えることはですね、その先ほど言ったように、1960年代後半から女性が非常に中心になってくる。でしかも入賞者が圧倒的に女性が多いというのがこの青年の主張というメディアイベントの非常に特徴だと思います。でこの問題っていうのは通常青年とかあるいは若者という言葉がその語源的にはというか、もともと本来は男性を指した言葉として使われてきていた。でつまり青年団に対して例えば処女会というのがあったり、その若者という言葉に対してその乙女といった言葉があったりするように、青年とか若者という言葉にはかなり強くですね男性的なバイアスがかかっているわけですが、でそうした、まあ、状況というのは従来の青年心理学やあるいは社会教育や若者論といったようなものでもですね、その男性的な文化に光が当たる可能性が非常に高かったわけですが、まあ、この青年の主張というイベント自身は、まあ、それを分析していけばむしろ女性中心の青年イベントという側面が、まあ、そこから浮かび上がってくるということも、まあ、この問題、この青年の主張というものを扱う、まあ、メリットとしてあるだろうと思います。で、まあ、この番組、まあ、皆さんはほとんどどういう番組かということについてですね、まあ、そもそも生まれた時にはもう放送してなかった、つまり89年に、まあ、厳密に言えば89年にですね、90年から青春メッセージになりますから、89年以前に、以前にですね、テレビを見ていない人は、この番組をほとんど見たことがないわけですが、で、この番組自身は先ほど言ったようにラジオ番組として54年に始まったわけですが、そもそもなぜ始まったかといったときに、1955年というのは、日本のラジオ放送が1925年に放送が開始されて、まあ、その放送開始30周年の記念事業として、まあ、この番組がですね行われる。で当時1955年当時は高校進学率が 50% をようやく突破し、で大学進学率、まあ、短大含むの比率っていうのが 20% 未満であり、でまだなおその集団就職がですね行われていた時代という、まあ、時代背景があったわけで、まあ、その意味で言えば特に都会に出てきてですね工場や商店で働く勤労青年
のある種の社会教育としてこの番組が意図されたということは、講演団体が、まあ、文部省、各都道府県の教育委員会、日本青年団協議会、全国公民館連合会といったような講演団体にも現れてますし、で参加資格の15歳から25歳という年齢の幅、あるいはですね、まあ、選考基準というのもですね、が実はこれ非公開で、必ずしもその内容と話し方あるいは態度というものが厳密に数量化されているとは言えないわけですが、でそうしたその曖昧さの中にもですね、単に知識やあるいは学力ではない基準というものが、まあ、そこに反映させようという方向性を読み取ることはできると思います。で特にそうした学生以外のですね、まあ、社会教育のイベントだというふうに考えるならば、その年齢別の推移ないしは社会人の参加の比率というものをですね、そのグラフで見たときに1975年というあたりがですね、一つの社会人が最も多く参加したしていた社会人の比率が下がっていく時代というのが1975年ぐらいにですね、転機として存在します。で、まあ、この時期っていうのは、まあ、高校大学の進学率で言えば75年以降高校進学率が 90% に達し、大学の進学率も、38%、まあ、40% に近づいていって、まあ、一つの、到達点に達するという時代状況の中で、そのこうしたイベントの性格そのものが、まあ、大きく、まあ、変わっていくということが、まあ、言えると思います。で、まあ、ここで注目しておきたいことは、実は青年の主張というこのメディアイベントの特殊性というか性格がですね、その従来の その雄弁であるとか弁論といったような文化のとはですね、かなり異なるものだということも実は押さえておくポイントだと思います。でこれはその青年の主張が放送というかイベントが始まる以前の1952年あるいは1955年に出版されていた当時、まあ、よく読まれていた模範演説集、模範弁論実例集といわれるような書籍ですが、でこうした書籍のタイトルを見るとですね、青年学生あるいは現代青年と学生、あるいは目次を見ると青年と学生の雄弁という形で、実は青年と学生というのは違うカテゴライズの中で、分類されていたわけです。でつまり青年というのは勤労青年であって、で学生青年は学生というふうに、言われていた。でつまりその 20% に達しない、少数の学生に対して圧倒的多数が勤労青年であり、で青年というものを指す対象は普通は勤労青年を指していたというわけです。でその意味ではこの青年の主張の新規軸はこうしたその書籍においてはその勤労青年と学生青年を分けていた当時の状況の中で、それをまあ融合させるというまあ一つのまあ試み、まあ、放送文化の一つのまあ性格のまあ表れだと思いますが、そうしたものがですね、まあ、新しさとしてまあ指摘することができるだろうと思います。で、まあ、こうしたその、まあ、いわゆる学生の教養主義的な弁論と勤労青年の修養主義的なまあ主張といった形でですね、こう、まあ、
分けることができる従来の文化っていうのは、ある意味で日本型雇用の二重構造の文化的反映だというふうに言うことも当然できて、でいわゆるホワイトカラーとブルーカラーというふうに言ってもよければ、大企業と中小企業の的な雇用、あるいは都会型、都会と農村といったような、さまざまな二重構造の中の一つの文化的反映なんだろうと思うんですね。でとりわけ、これも従来の弁論研究っていうのは、その基本的にはその自由民権期の政治的な演説熱以来、その大学生あるいは知的青年による雄弁研究ということが行われてきたわけで、それはそもそもそのスピーチを演説というふうに翻訳したのが福沢諭吉であって、でそれ以後のそうした演説の歴史っていうのが、知識人学生を中心とした弁論史というものがこれまでずっと書かれてきたわけです。でそれに対して青年、NHK のがこのメディアイベントである青年の主張は、非常に明確なですね、階級特性を示していたという言い方もですね、できると思います。で、芳賀泰さんの言論と日本人という本の中で、この青年の人の特徴っていうのをですね、短くまとめた部分がありますが、青年の主張に応募した人々の多くは勤労青年だ。看護婦、公務員、バスガイド、家事手伝い、幼稚園教諭、農業従事者、美容師、電話局員、鉄道職員、自衛隊員、農協職員、保母、大工、獣医、畜産業、左官、和裁士、洋裁士、警察官、栄養士、教員、鍼灸師、己を治めながらささやかな実利を求めていくという伝統的な勤労庶民の骨格を持った人々がここには顔を揃えた。胸を張り、声を張り、精神的な骨太さを感じさせる姿勢、一音一音をがっきりと発音し、きっぱり決まる話しぶりというふうに、この青年の主張のスピーチのスタイルというものを表現しておられますけども、でこれはおそらくまさにその通りだろうと思うんですね。でつまりそれはその従来の雄弁研究が扱ってきた天下国家を語る学生青年の教養主義に対して、生活の場で立身を願う勤労青年の修養主義というものをそこに見ることができるでしょうし、でさらに言えば、この青年の主張で優秀に輝く優秀者が女性が多かったということもですね、ある種その当時のですね、この日本型雇用の二重構造の中で非正規雇用として、この中には家事見習いとかある、専業主婦の一部っていうのも当然含まれると思うわけですが、そうしたその非正規雇用者の多くが女性であったという日本社会の特性というものも、この収容という文化の女性性を反映しているという言い方も、あながち、間違いではないだろうというふうに今は思います。で、こうしたその、勤労青年の収容文化ということで言えばですね、実はそれが まさにこのスピーチと結びついたことの関連で言えば、口コミュニケーションというふうに、ここでは雄弁と講談をですね合わせて、一括りにできると思うわけですが、戦前に、現在の講談社ですが、野間誠二が作った大日本雄弁会講談社のまさに文化というものが、その伝統的な勤労青年の口頭文化というか、口に、いわゆる発話文化としては存在していたということです。で、収容による、立身出世と、その熱血官類長というふうに、講談社文化と一言で言えば言えるわけですが、もちろんそうしたその文化に対しては戦前からですね、知識人の多くがこれをですね蔑視し、場合によっては非常に嫌悪した。とりわけ、日本のですね文化史の中では、
岩波文化と講談社文化というハイカラインテリの文化に対して、大衆的で卑俗な文化、あるいは中君愛国をのみをもっぱら訴える大衆的な文化として、その講談社文化というものを低く評価するという価値観というのがですね、従来ずっと続いてきたわけです。で、まあ、私自身はその講談社のキングという雑誌の研究をした中で、次のようなことをかつてですね書いたことがあります。人格の陶冶という抽象的で永遠に到達不能な目標を掲げることで、教養主義が現実的な高揚を無視した、あるいは無視する余裕があったのに対し野間の収容主義は一貫して効果のある現実的な成果の上がる人格形成を主張していた。それこそが面白くてためになるキングの本質であるというふうに書いたわけですが、で実は戦前、まあ、キングがそうして人気を博したような機能というものを、まあ、ある部分においてやはり NHK の青年の主張というものも、まあ、果たしていたんだというふうに思うわけですね。でさらに言えば、それはむしろその従来のハイカルチャーと、うん、マスカルチャーをですね統合する、まあ、中間文化としての、まあ、NHK 文化というですね放送という特性、つまり、インテリも大衆も等しく見る、うん、テレビというそのメディアの特性というものが、その2つの雄弁の教養主義と勤労青年の 主張というものをですね、まあ、結ぶような収容主義を結ぶような、まあ、機能をまあ果たしていたということはできるかもしれません。で、まあ、さらにそこで語られるその生活の中にある小さな改善、あるいは小さな成功の中に喜びを見出す姿勢というものは、その三田宗介さんが日本型なプロテスタンチズムの精神なんだというふうに言った二宮尊徳ですね、二宮金次郎の金次郎主義というものの現代版というものを、実は青年の主張の語りの中に見出すこともあながち間違ってはいない。で実際その多くの勤労青年が、まあ、このテーマとして選んだ題目っていうのは、まあ、1970年代まではであればですね、こんな仕事に一生捧げたいというテーマで喋るのが、話すのが一番多かったわけですし、で71年以後は、まあ、私の選んだ道というですね、でそうした、テーマの選び方というのにも、実はそうした金次郎主義がですね、まあ、見ることができると思います。で実際その、まあ、青年の主張という番組はですね、少ない時でも3000人近い数、多い時には4000から5000人近い応募者が存在したわけですが、でもちろんそのテレビで広告をしたり、まあ、先ほど見せたようなポスターが貼られたりするわけですが、それだけでおそらくそんなにたくさんの人がこうしたイベントにですね参加するということは通常では考えられない。でむしろ組織的なですね動員がそこにあるわけで、でとりわけその都会にですね集団就職していった工場であるとか、あるいは大きな商店であるとか、あるいはまあ、警察、自衛隊といったような組織において、生活指導のですね一環として、まあ、この青年主張への参加運動というのがまあ行われていたということも、さまざまな資料からまあ読み取ることができます。でこの青年の主張について最もまとまった記録を残しているのは青少年問題という雑誌であって、例えばその中の1966年のですね4月号に守屋雄二さんという人が、
集団就職の少女たちは何を考え何を訴えるか、 NHK 青年の主張コンクールへの参加作品の中でということで、自分が作文指導をしながらどういうことを心がけてどういう実践を行ったかということを詳しく書いているわけですね。で、まあ、森谷さんは一言で言えば少女たちの過去の生活に終始まつわりついて離れなかったところの、進学できなかった劣等感や差別感、無力感情を自らの力で除去していけるような関係場を設定してやらねばと考えたからであるというふうに、自らの実践の意味というものをその定義づけて上 で実際の作文指導の実例として、まあ、従来、まあ、戦前からある意味で存在したですね、綴り方の現代版のようなことが、まあ、ここでは述べられています。でその意味でも、いわゆる社会教育の伝統に、まあ、根ざした運動の一つであるという見方はできるかもしれません。で、まあ、この実例についてはちょっと時間が押しているのでですね、まあ、ここでは省略しますが、で実際それをですね、審査する審査員というのにも実は非常に特徴が現れています。でもちろん、主催者の NHK、ではですね、教育部あるいは教育課あるいは教育局といったようなところのですね、責任者が審査員に入るわけですし、講演団体であれば文部省の社会教育課あるいは日本青年団協議会、全国公民館協議会、あるいは東京都教育庁といったところで、大学では、まあ、東京大学や慶応大学といった大学の先生で、さらには新聞社ではですね、伝統的に朝日新聞が1970年代までは一貫してこの審査員にその系列の人脈で送り込んでいたということが言えますし、やがて、まあ、ソニーとかそうした企業もの、まあ、経営者もですね、その審査に加わっていくということになります。で、まあ、このテーマ、つまり もともとその課題として、いくつかの課題の中からこのスピーチのテーマをこう選ぶわけですが、でそこで課題として与えられたもののですね、課題そのものが実はある時代状況というものを非常によく表しているとも言えますし、あるいは時代のですね、変化というものを非常に強く反映しているということも、まあ、ここで見ることができます。で例えばその1966年から69年、ちょうど68年のですね、学園紛争を挟む時代には、そのテーマのトップに日本人として思うことというのが掲げられます。で赤いところでここで記してある部分というのは、仕事とか労働に関わるテーマをですね、直接指し示している課題なわけですが、そうした労働を中心にしたテーマとは若干異質な日本人として思うことっていうのが、まあ、この66年から69年という時代にこう出てくる。で一方でそうしたその60年代末にある種の、まあ、日本人としての我々という主張から、やがてその70年代に入ると、この青で示した部分を中心に、私たちの、私の尊敬する人、私の選んだ道、といったような、私という、あるいは私の青春、あるいは私の訴えたいこと、といったその日本人という我々ではなくて、私という、まあ、個人へ、まあ、比重が移っていくというのが、60年代の後半から70年代にかけての、まあ、大きなテーマ設定の変化だというふうに言えますし、でもう一つは、まあ、これは非常に端的に、職場括弧学園で考えることというのが、60年代の末にはですね、そう言われていたものが70年代の初頭になると、で今
学園かっこ職場で考えることというように、その学園職場つまり勤労青年から学生青年へその比重参加者の比重が、まあ、変化しているということが、まあ、読み取れる。でその意味で言えば、職場と学園キャンパスの、まあ、逆転ということが、まあ、この60年代から70年代の前半で、まあ、起こっているということもですね読み取ることができるし、まあ、それは先ほどの、高校や大学の進学率と、まあ、連動した問題だというふうに言えます。で、まあ、こうしたその青年主張については、まあ、先ほど少し紹介しましたが、自由国民社から青年主張の、まあ、論文集がですね10年間にわたって刊行されていて、まあ、その刊末資料に それぞれの年のですね性格各界のあらましっていうのがまとめられて、まあ、これはこれで非常に便利な資料として使えるわけですけれども、で特にその興味深いのは68年の大学紛争の時の、この入選文集にはですね NHK の青少年部長が最近の傾向としては社員教育の教材にしたいとかホームルームの時間に聞かせたいなど企業や学校からテープの申し込みも相当な数に上っておりますというふうに言っているように、まあ、そうした利用のされ方というのが60年代から70年代にかけて、まあ、存在していたということです。でそれ自身はですね、まあ、またあの少し後でもう一度そのあのテープの広告なんかをですね少しあの紹介したいと思いますが、でこの60年代一方でその大学では学生運動が起こっている時にですねそうした真面目な勤労青年のスピーチというものが行われているという状況の中で、その当然その知識人というか大学人というふうに言ってもいいかもしれませんがの中からはこうした NHK の番組自身、まあ、あるいは文部省が強くバックアップするこの完成イベントに対する批判というのも声もその出てくるわけで、まあ、非常に分かりやすい例が1967年の1月17日つまり青年の主張の放送がからですね2日後に朝日新聞のテレビ欄に載った第13回大会の表で、で、まあ、次のように、新聞は言ってるわけですね。最終審査員には重要的人物が並び文部省社会教育局長も1枚加えているのを見ると鋭い疑問や主張を出した者は予選の段階でふるいにかけられだろうという疑惑が起きる。それほど揃って羽目を外さぬ優等生ばかりなのが寂しいというふうに、まあ、新聞ではですね今批判されていますし、で実際そのいくつかの事例、例えば生活保護を受ける高校生であるとか、あるいは内地に比べて劣悪な教育環境の、まあ、沖縄代表の、スピーチだとか、あるいは離島の貧しい生活を訴えた青年の主張などをですね内容を紹介した上で、感動したという印象だけが残り語られた内容は記憶に残らないというふうに、これを言って、でつまりその内容がある種のこうパターンにですねはめられ、流し込まれて、でそれでその一時的な感動はあるけれどもその個別なその聞いたことによるですね感動として後にこう残るようなものにならないんだということを、まあ、ここでは言っている。で、まあ、文部省お墨付きの優等生が語る貧困生活や障害差別というものがある意味ではそうした貧困や差別というものを社会問題化せずに安心して、まあ、感動という形で、まあ、消費できる、まあ、テレビ視聴者との、まあ、共犯関係の中で、まあ、このイベントが、まあ、営まれている。でその、まあ、ある意味では典型はですね東京の都大会で入選、まあ、出場したけども、入選しなかった後に、
日本赤軍の幹部になる、まあ、重信房子さん などのですね事例というのが、まあ、ある意味で言えばここの新聞で、鋭い疑問や主張というものはふるいにかけられたという、まさにふるいにかけられた部分というのはおそらくそこにあるんだろうというふうに、まあ、読むこともまあできるわけです。でその意味ではもう一つ、この1968年というのは学園紛争の年とともにですね、まあ、現在の日本の、死刑犯の判例に大きな影響も与える永山判例判決のですね、永山基準というものにですねなっているような、永山則夫という連続ピストル殺人事件の、まあ、犯人のですね存在というのが68年の一つのエポック、青年ということで言えばエポックになる出来事だと思うわけですが、で、まあ、永山青年自身はテレビを非常によく見ていた。でしかしそれがそのテレビを見ている中で自分がですね、豊かになれない自分というものが都会の生活の中で、まあ、追い込まれていくありさまというのを、まあ、社会学者の三田宗介さんは眼差しの地獄という言い方で、これを批評している、まあ、まあ優れた社会評論が存在するわけですが、まあ、その中でその三田さんの永山を評した言葉っていうのは、実はその青年の主張の出場者をですねある部分言い表しているというふうに言ってもですね間違いないかもしれないと思うわけです。で、まあ、次のように言うわけですね。金持ちの息子は、例えば庄司薫の小説のあの花持ちならない主人公たちは、セーターにジャンバーなどを無造作に引っ掛けて銀座を歩く。で、まあ、長山イニシャルで NN になってますが、NN はパリッとした背広にネクタイを締める。貧乏臭いのは NN の方だ。で、まあ、その意味で言えば、まさに背広を着て、あるいは学生服で、ネクタイも正しくですね結んで、そこで、折り目正しいスピーチを行うということのある種のこう文化的、意味というものが一体何なのかということを、まあ、この問題っていうのはですね、考えさせてくれるわけだし、で一方でそのまさにそのテレビというメディアと向き合う中で眼差しの地獄という意識を持った永山に対して、ここに登場する優等生たちはむしろスポットライトを浴びて語る中で、まあ、あえて言えば眼差しの極楽とでも言えるような状況というものを実は味わったというふうにも言えるかもしれない。で、まあ、その違いというのがどこにあるのかということも、まあ、この青年の主張というメディアイベントを考える際にはおそらく重要な論点だろうというふうに思います。で、まあ、この1968年、永山事件の年でもあり、大学が学園紛争の年でもある68年、というのは、で一方でその三浦正史さんが青春の終焉という言い方で言うように、その青春であるとか青年という言葉が文学の世界において消え始める時代状況の中にですね、この60年代の後半というのは存在したわけです。でその意味では70年代に入って以降の青年の主張という番組はタイトルそのものがすでに反時代的にというか時代遅れの、まあ、ネーミング名前というものになっていくんだということですね。で一方でこの番組はそうした学園紛争との対比の中で非常に高く評価された。でここでは審査員68年69年もですね審査に加わった園彩子さんの評価というのが載っているわけですが、ちょっと読んでみますが、青年の主張は現代日本の最も明るい姿を表した一面である。明るさというものを私は無条件にいいというのではない。鈍感さゆえの明るさもあり、
実態の伴わない安易な道徳的明るさもある。青年の主張をこの教育の混沌期に読んでみると、人間を教育するものは実は学校でも教師でもなく自分自身なのであり社会全体なのだということをしみじみと感じるというふうにまあ書かれてて、でそれは一方で荒れる大学のキャンパスで日々の労働の中で勉学を続ける勤労青年というまあ対比という中で、まあ、こうした評価というものはこう現れてくるわけですね。で実際その第15回大会1968年の1月15日に放送が行われたわけですが、その3日後に東大安田講堂へのまあ機動隊の投入、あるいは機動隊突入というのがまあ行われているというように、まあ、その意味ではこの番組自体がそうしたまあ学園紛争の一つのもう一つの裏側としてですね、これから意味を読み取ろうとした人たちがたくさんいたということは重要です。でさらに、転機となるのはまさにこの学園紛争が一段落した1971年の年、いわゆる第18回の大会というのは実はそれ以前とそれ以後で、まあ、大きくこのイベントの性格を分けてしまう出来事だと思うんですね。で自由国民社の今年のイベントの要約っていうのをですねこうに次のように書かれています。私の何々を選んだ私の選んだ道、私の青春、ある私の海外体験、私の休日と主語が一人称になったテーマが注目された。またこのコンクールが始まって以来初めて海外に目を向けた主張が最優秀に選ばれた。海外交流ブームを反映しているとも言えるが、日本とか外国とか国を意識しないで同じ人間の社会として捉える傾向が強くなっている現れとも言える。全体的に青年の価値観や生きる目的が多様化していること、学生の積極的な参加が突起される。で東京代表の横田邦子さんのテーマ読んで全国最優秀になったというふうにここに書かれています。テーマ4の私の海外体験というテーマですけども、で、まあ、これは青少年問題にですね、最優秀論文としてそのまま掲載された私の海外体験という、まあ、記事ですが、で皆さん、まあ、ご承知のようにというか、でこの横田邦子さん、まあ、現在、まあ、井ノ口邦子さんで国会議員です。で2002年には、まあ、ジュネーブの軍縮会議日本政府特命全権大使であり、まあ、2005年から、まあ、衆議院議員ですが、で、まあ、その意味で言えばこの1971年のこの大会っていうのは東京の大学生が初めて優勝した。でつまり、従来は地方であったりあるいは東京に集団就職した勤労青年が優勝していたこの大会の中で、帰国子女である東京の大学生が私の海外体験を語って優勝したということの意味っていうのは非常にまあ大きいだろうと思います。で、まあ、一方でその海外体験というものが非常に輝いていた時代だというふうに言えますし、で従来のその71年以前の農村あるいは職場という社会空間が海外そして私というですね個人と世界を直接結ぶより開かれた空間の中に舞台が移し替えられたというふうにまあ言うこともできるかもしれません。ただ一方でこうしたそのまあ、もちろんこれは大学
生の、まあ、大学の進学率が高まったという状況、そして大学生の応募が増えたということとまさに、関連しているわけですが、でこのことが従来その勤労青年が生活のその苦労をですね克服していく、そうしたまさに小さな夢をですね語る空間だったそのものがですね、である意味で言えば世界にまさに乗り出していく、そうした大学生の場にこれが変わっていく契機にはなると思うんですね。で、まあ、横田さんの一番最後の文章は次のように結ばれています。私の体験が役立つならば喜んでその架け橋の一端を担うつもりです。私たち青年一人一人の真心による国民外交が今日ほど国際社会で必要とされている時代はないのです。で、まあ、こうしたまさに、地道な今職場のですね中での日々の活動というところで問題を発見するという、まあ、従来の綴り方的なその世界からの飛躍というものが、まあ、ここに今見出すことができます。で、まあ、このスピーチが中継された1ヶ月後に、まあ、浅間山山荘事件がですねテレビ中継される。で、まあ、これを契機に、日本のですね学生運動も大きくその変わっていくわけで、まあ、その意味で71年度のですねこのスピーチっていうのは非常に大きな転機だったというふうにまあ言えると思います。で、まあ ここではそうした70年代のですねその青年の主張っていうのがどのように受容されたかというのをその NHK が発行していたその発表文集の広告をですねここには並べましたが、これはある意味では非常に奇妙だというふうにも言えると思うんですね。で従来その職場で、まあ、集団就職で就職した勤労学生の社会教育に利用されていたその青年の主張のカセットのテープというものが一方でこの70年代も売られ続けている。でその反対側の広告は入試対策は高校受験用カセットというそのそれとはまた異なる世界の受け手に向けて発せられた、まあ、広告がですね掲載されているわけで、でまあ、それはまさにその高校進学率あるいは大学進学率の急速な上昇の中で、青年の主張の社会的な機能というものが、まあ、大きく変容していくそういう過程だと思います。で、まあ、これを、まあ、非常にこう乱暴に整理すればその学校化する社会の中で、青年問題っていうのが青少年問題としてくくられ、やがてそれは青年も取り払われて少年問題へと、切り詰められていくような状況で、さらに青年期というものが長期化する、まあ、進学率が上昇して、まあ、長いモラトリアムの期間となり、まあ、そのモラトリアム期間の中で、文化消費者としての若者が現れる。で、そうした若者文化による統合というものが社会政策として、登場するというのが、まあ、この1970年代後半以後の出来事だろうというふうに思います。で、1978年の第25回全国大会というのもですね、まあ、これも一つのエポックメイキングなその大会ではあります。で、まあ、この時従来公園にあったですね公民館であるとかあるいは青年団といったどちらかというと勤労青年的なその団体をバックにするその審査員
に変わってですね、学生中心な、あるいは大学生、的なというか従来の雄弁的なカルチャーに近いような審査員というのが顔ぶれとしてですね揃えるということにもなりますし、で、本当は、映像を少しビデオと思ったんですが、ちょっと時間もですね迫っているのでここは端折りますけども、この第25回つまり78年の大会というのは9人の報告者のうち7人が女性であったと。で、そういう意味で圧倒的なその女性優位であり、しかもその過半数が高校生であるというその特徴というものが、これ以後ですね80年代もに入るとですね、この青年の主張への参加者というのが高校生が圧倒的に多くなっていくということです。でつまり、勤労青年の社会教育のメディアイベントというものが女性、とりわけ、女子高生中心のですね弁論大会に変質していったというふうに言えますし、でさらに70年代の初頭から始まっていた我々から私への変化、それが職場から学園の変化と重なり合う中で、それが加速化していくというのが70年代から80年代の変化として見ることができます。でそうした中で80年代に起こったことというのは、まさにこれが高校生文化に飲み込まれていくということです。で、こういう週刊誌などでそのNHK の青年主張がどのように取り上げられたかと、つまりアイドルがゲスト出演するといったようなことが盛んに取り上げられたり、あるいは英語入試でですね、この青年の主張に出場することで合格できるといったような形で、それが取り出されるといったようなことがその80年代、あったわけですが、そうしたこととですね、でこうした中で、80年代の青年の主張というのはまさにサブカルチャー化していくというふうに言えるかもしれません。でとりわけそのむしろその大学生で優秀な大学生やあるいは海外体験というのがごく当たり前になってくると、むしろ選抜に必要な特殊性というのは特殊な政治的な正しさである、つまり障害であり、あるいは差別非差別であり、そうした特殊な困難苦労というものが強調されるような状況というものがですね、この1980年代には起こってきます。でそれは国会の会議録のデータベースをで青年の主張を検索すれば、1980年代にですね野党の代議士が政府の福祉政策を批判する文脈の中でこの青年の主張のスピーチというものを盛んに取り上げるというような状況が起こります。で一方でそのこの80年代の消費文化、日本社会自身が消費社会化する中 で、消費社会というのは当然、メディア社会であって東京発信の文化ということになるわけですが、その中で、いわゆる地域格差地方問題というものがここでは、この青年の主張の中でもクローズアップされてくる。でつまり東京の出身者、これ1981年の数字が発表されているわけですが、その東京圏の応募者は178名なのに対して四国4県で932名、という形でその応募者にも地域的なものすごい偏りがですね生まれてきているという状況がその
80年代、まあ、この番組自身が、まあ、ある意味で言えばその視聴率をまあ失っていく過程での現象として存在します。で、まあ、1990年に、まあ、青春メッセージという形にこの番組が解体されるわけですけれども、でそこでその、まあ、明らかになってきたことというのは、この青春メッセージという形で大衆化というか、そのアイドルや若者の人気タレントを次々導入することによっても必ずしもですね、この番組の人気は回復しなかった。でつまりそれは一方で言えば、その大学の大衆化によって若者文化というものが、学生もあるいは大学に行かない勤労青年も消費文化の中で統合しているされているんだといったイメージというものが、実は虚構であるということを、まあ、こうした青年の主張から青春メッセージへのですね、イメージチェンジが成功しなかったということもにもですね、実は現れているのではないかというふうに、まあ、私は考えています。で、まあ、さらに言えばその問題というのは、おそらく現在に至る問題をはらんでいて、でつまり青年問題というものをその考える際に、しばしば私たちは学生青年と勤労青年を青年という形でくくり、やがてそれを学生のイメージで捉えるという形で、思考の枠組みを作ってきたために、青年問題に対して、まあ、高学歴、の、まあ、照準というものをですね、設定することに、まあ、なってしまったんだろうと思うわけですね。でそれは例えばパラサイトシングルだとかフリーターだとかニートとかロスゼネだとかワーキングプアといったときに、やはり新聞やメディアが報道するのは高学歴のフリーターであり、高学歴のワーキングプアであり、であるいはパラサイトできる親を持ったシングルだということも意識しておいた方がいいわけですね。でそのこと自身はまさに大学全入時代という枠で、実は全大学に入らない、半数の同世代人口が視野の外に置かれているという状況が存在するということを、まあ、意味しているだろうと。で2000年に、まあ、これも、まあ、期せずしてというべきなのか、あるいはそうした流れの中の一環なのか分かりませんが、2000年に、まあ、少年法の改正、と成人の日の消滅というのが、まあ、起こるわけです。で、まあ、成人の日というのは1月15日が月曜日に移動するハッピーマンデーの制度の中に、まあ、組み込まれていくわけですが、でこうした中でメディア論ではニール・ポストマンがテレビによって子供が消滅したというふうに、まあ、言ったわけですけども、ここで2000年以降起こってきたことは、その青年期というあるいは青年という言葉をですね、後期子供という形で、まあ、福祉の対象として、くくる、でそうした発想というものが、この2000年以後にですね、まあ、起きてくるということも、まあ、重要ですし、まあ、そうした中で、2004年に青春メッセージの番組自身も、まあ、打ち切りになるというわけです。で、まあ、時間がな、もう残りがなくなってきましたが、でこうしてその、まあ、現在では青年の主張っていうのはまさに歴史になってしまったわけですが、実はそれのですね、影響を受けた、ないしはそのスタイルを維持しているそのイベントっていうのは現在もやはり続けられているわけです。でとりわけまさに青年が、後期子供というふうに言われるようになったということがですね、ある意味では現在青年の主張は消えたけども少年の主張が残っているということのですね、ある意味ではそれは象徴的に示していることかもしれませんが、その、まあ、ここにもホームページからペーストしてきましたけども、少年の主張全国大会で、この全国大会にもですね、
秋篠宮家から毎年、臨席があるという形で青年の主張のスタイルというのを維持してますし、 NHK の教育テレビでも、まあ、これ1回限りに終わりましたが98年に、まあ、これをテレビ放送しているということがありますし、この、まあ、青年の主張今も現在も続いているわけですが、さらにもう一つ、そのこれも主催団体は外務省系の団体ということになりますけれども、その外国人による日本語弁論大会というのもテレビでですね、これもあの NHK の教育テレビで放送されるわけですけれども、おそらく見ている人たちの心声というか、その眼差しというのはかつて青年の主張を見ていた眼差しと重なるものがそこにはあるんだろうというふうに思います。でさらにあのインターネットの例えば YouTube でその青年の主張というのをですね検索すると、例えばあの連邦スチューデント2010というですね、民主党の蓮舫議員の選挙ボランティアの、動画投稿サイトとか動画が投稿された動画がですね、たくさん出てきます。でこういう形でその青年の主張という言葉あるいはそのメディアイベントが生み出した枠組みっていうのはその番組が消えた今もその残っているわけで、でそうしたそのせっかつて青年の主張に登場していた人たちというものがおそらく消えたわけではないわけです。でそうした人たちが現在 の、 その、まあ、情報化社会の中でどのような形での、まあ、発話行為を行い自分たちの主張をしていくのかということをその、まあ、私自身はあの青年の主張という番組の歴史を考える中でですね改めて考えていきたいというふうに思っています。ご清聴どうもありがとうございました。先生本当にどうもありがとうございました。せっかくですので一人もでは質問を受けたいと思いますが、はい、いかがですか。普段先生とお話しする機会がない方ぜひいかがでしょう。皆さん先生いや、こちらだけそもそも青年の主張って知ってました？あ、はい。僕の子供の頃やってて。おいくつですか？僕は36。ああ、36だったら、まあ、あのギリギリそれは子供の。でも、80年代ですよね。そうですね。まあ、ある意味でアイドルが登場する時代の。はい、でも高校に出る頃ぐらいになってくる、高校春ぐらいになると思う、うちらの身内では青年の主張的な。まず学生の優等生型のそういうのをまあちょっと恥ずかしいそういうふうなあの見方はやっぱりありましたね。はい、それは。で、まあおそらくあの私自身がそうなんですが、いやこのこういう素材っていうのは実は本当にこうなんていうかな。語るのが実は非常に難しい素材で、つまり先行研究がないっていうのも実はよくわかるんですね。つまり語ろうとするとその対象に対する評価っていうのを絶えずこう求められるわけで、で それについてお前はどうなのかということについて全く答えずにその対象についてなかなか語れないということで、まあ、その意味で言うと、まあ、私自身あのこれ青年の主張をやろうと思って、もう2年近くなりますが、
もう少し早くこれはまとめられると思って、今年中にはもう本になってるんだろうと思ってたんですけど、まだ全然その、まあ、プロセスの途上というところで、まあ、日々まあ、もちろん資料的制約っていうのも一方では十分あるんですが、まあ、それ以上に対象自体の、まあ、読み方の難しさみたいなものは日々痛感してますね。私は先生とも同じ時代なので、とても青年と非常には思い出があるというか、あるんですか？15日には結構母に見るように言われて、一緒に親と一緒に見ていた記憶があるので、で、一つ私に伺いたかったのは、今日はどちらかといえば青年の方に焦点を当てて、ずっとご説明されたと思うんですが、扱いにくさの一つっていうのはやっぱり弁論であるってことだと思うんですね。今日は音声を使われましたけども、例えば先生メディアとしては本を媒体とされて、こう研究発表されていかれると思うんですが、そういう時にこういう語り口などを文章で表現するのはとても難しい。で、今でも例えばブログとかそういう形では主張はあるのかもしれませんけど、私たちの例えば大学生の頃に比べて、そのアジテーションというか、みんなの前で語るっていう、そもそもそういうこと自体も今の若者たちはしなくなって、その後半の主張の部分について、その弁論による主張ということについてはどういうふうに切り込まれるんでしょうか？だからそれがですね、実はまあ、この扱いの難しいところが一番そこだと思うんですよ。ただこれ応募者が大体例えば4000ぐらいあって、そのうち絞り込んでいくのは最初の段階は、つまり県大会レベルは書面審査で一応セレクトをするわけで、まあ、その意味で言えばその作文の記述っていうのが実はかなり非常に高いわけですし、で実際その、まあ、これもそのいろいろと実際参加した人の体験なんかを聞くと、学校の先生が相当手を入れる、あるいは実際ここで集団就職の女子工員をの社会教育に使っていた人の例を挙げましたけど、まあ、ここまで来るとおそらくテーマの指導からかなりの書き方の指導までみっちりやってくるわけで、でその意味で言えばまあ、これはそのいわゆる綴り方そのものにも言えるのかもしれないけれども、こう純粋に本当に自由に書かれたものではないわけで、である種のコードというか、の決まったコードがあって、で少なくとも最初段階に残ってくるっていうのはそういうものが残ってくるわけで、だからそれは単に個性の問題とか、もちろん態度が悪ければ落ちるわけですが、ただこれもですね、いろいろその番組に携わった人の話なんかを聞くと、リハーサルを何度もやるんですね。でだから本番というのも、これはかなり作られたものになっていくっていうのは間違いなくて、その分で差が出ないということになるし、で独特な言い回しっていうのも逆に言えばある種の個性を殺すスタイルだったっていうような見方も当然できるわけで、その意味で、まあ、確かに発話自身の分析、例えば言葉の早口速さであるとかがおそらく時代ごとに変化してきたかとかいうことなんかには、私は別の意味でちょっと関心はあるんですけど、ただ通常のやはり文章、書かれた文章の分析でも十分ある段階までは、まあ、アプローチできるんじゃないかなというふうに今のところは考えてますけど。あ、それはスマップかなんかの番組じゃないですか。
あのいやあのまさにあの実はその変化っていうのは非常にこう面白くて、でその実際そのタモリがその笑いのネタにしたようなスピーチっていうのは実はそういうスピーチを探そうとしていくつか見たけど、実はあまりこれなくて、でやはりあの実際私たちがそのイメージしている青年の主張にぴったりのものっていうのはかなり1970年代以前のものがほとんど中心で、80年代ぐらいになってくるとかなりやっぱりあのある種のテレビの DJ とか深夜放送のパーソナリティの語りみたいなあの語り口っていうのが割と世間一般化してくるような側面があるんですね。で逆に言うとなぜそのタモリとかあのトンネルズがああいう形で笑いにできたかというのはもうその当時にはそういう語りが実は少なくなっていたというかほとんど稀だったという逆の見方も、まあ、できるんだろうなというふうに思ってますね。そしたらだいぶ時間長縮しましたけれども、あの今日ちょっと参加者が少なくとも小林先生にも申し訳なく、またあの主催者としてもされるのもあるんですけれどもあのとてもあの参加者にとってはあの興味深いお話で本当にありがとうございました。最後またちょっと拍手で締めたいと思います。